これは中島涼子さんが実際に見た多目的トイレなんですが、ハロウィンの時期にあるところの多目的トイレに入った時の様子がこんな感じだったそうです。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今回は芸能ニュースで話題になってしまった多目的トイレについてお話ししていこうと思います。多目的トイレは車椅子、オストメイト、人工肛門ですねの方々が最優先で、その他高齢者、妊婦さん、お子さん連れ、あと最近では LGBT の方々が利用するトイレになっています。健常者の時は多目的トイレって、まあ、車椅子の人とか、まあ、あと赤ちゃんっていうイメージでそんなに気にしてはいなかったんですよね。まあ、田舎なのでトイレにすごく並ぶっていうこともなかった分、普通に健常者用のトイレを使うことが当たり前でした。まあ、でも車椅子ユーザーになって本当に多目的トイレの重要性っていうのをめちゃくちゃ感じて、そもそも普通のトイレにまず入れないんですよね。扉、個室の扉が狭くて、車椅子自体が便器、便座まで近づけることができない。仮に扉が通れて入れたとしても奥行きがないために扉が閉めれないっていうことがあるんです。そしてオストメイトはもうその設備、シャワーですねの設備がオストメイトがあるトイレにしかないっていうこともあって、もう本当にそこでしか利用できません。じゃあ実際どんな問題点が多目的トイレにあるのかというと、広いからということで着替えとかに使われることがまず一例として挙げられます。これは中島涼子さんが実際に見た多目的トイレなんですが、ハロウィンの時期にあるところの多目的トイレに入った時の様子がこんな感じだったそうです。もうなんていうんですか、多目的トイレを使ったという問題もそうですが、ここまで汚せるか、公共の場所なのに本当に自分たちが良ければいいのか、後の人のことを考えたり片付ける人のことを考えなかったのかっていうのがあって、まあ、正直言葉を選んで発信しなければいけないっていうことは分かりながらも、なんかもういい例えというか、そんないい言葉なんて浮かんでこないくらい、もう見た時に本当に悲惨だなっていうふうに思いました。その他にも車椅子ユーザーさんが体験した多目的トイレの話っていうのはたくさんありますし、私も、東京にいた時なんですけども、建物内に一つしかない多目的トイレに向かったところ、まず使用中だったんですね。でとりあえず外で10分くらい待ってて、それでも出てこなくて、ちょっと耳を澄ませてみたらトイレをしてるような音が特にはなくて、トントンってしても、距離もあるっていう分とりあえず返事もなくって、多目的トイレの場合は自動扉の場合が結構多いんですけど、内側の閉まるボタンっていうボタンをもう用が足して外に出る時に押してしまうと、誰も入っていないのに使用中っていう風になってしまうことがあるんです。だからその可能性ももしかしたらあるのかなとかって思いながら、まず着替えをしてたら、仮にね車椅子の人とか何か障害がある人が排泄を失敗してしまって着替えをしてたっていう場合とかは結構時間がかかるので、もうちょっととりあえず待ってみよう、10分くらい待ってみようって思って待っても出てこなかったら、店員さんにちょっと言ってみようかなっていうふうにも思ったんですね。
で10分くらい経って待った時に出てきたのがサラリーマンの方で、でサラリーマンの方が私が待ってるのを見た時になんかはっみたいな、はなんかあ気まずみたいな感じの顔をして出て行ったんです。オストメイトがあるトイレではなかったトイレで、まあ、正直見た目ではわからない障害があったのかもしれないんですが、ね、正直こう抱いた疑問をバッてこう言える感じでもないんですけど、でも入った時にちょっとお腹を下したようなうんぴっぴの匂いがして、便器もとても汚れていたっていうことがありました。本当になのでそこにしか入れない人たちがいるということを本当に分かってほしいです。東京のデパートに行った時にも普通のトイレよりやっぱり多目的トイレの個数っていうのは圧倒的に少ないにもかかわらず、いろんな利用者の人たちがいる。でデパートだと結構子連れの方が多いので、子連れの人とのこう争奪戦っていうのが多いかなって個人的には思ってます。で、まあ、その階がダメでもじゃあ次の階に行くか、でもエレベーターで行こうと思ってもなかなか正直エレベーターに乗ることも難しい、まあ、最近ではね優先エレベーターがあるんですが、やっぱり優先されてない人たちが乗っていて乗れないっていうのもすごい多いんですよね。でもそれを見た時にいや優先じゃないんだから降りてくださいとは言えないわけであって、なので一つ上の階に登るだけでも10分以上待つっていうことはザラにあります。今は建物のエレベーターの話ではないのでちょっと話は置いておきますが、まずグアムに行った時は普通の個室のトイレの一番奥に車椅子トイレのマークがあって、車椅子が入れるくらいの広さがあって入れるようになっていました。車椅子オストメイトの人とその他の多目的利用者の方々を一緒にすること自体違うのかなって個人的には正直思います。私がトイレに入ってる時に小さいお子さんが扉の外でもう漏れそう我慢できないって言ってるのをお母さんがもうちょっと待ってもうちょっと待ってもうすぐ出てくると思うからもうちょっと待ってっていう、会話とかも多々聞くことあるんですけど、本当にその時はね申し訳ないし、焦るんですけど、でも急ぎようがなくて、でも子供は我慢ができないし、その我慢できないことにお母さんはもうちょっと待ってって言ってるでしょみたいな、その口論を聞くとやっぱ一般のトイレ普通のトイレでできるような仕組みっていうのも作っていかなきゃいけないと思うんです。施設の広さの関係上多目的トイレを増やせないっていうことも理解できますが、ならば一人一人がなぜあるのかを理解して本当に必要な人たちにとって、利用できる環境づくりをしていかなきゃいけないのかなというふうに思います。小学校の子供も普通に多目的トイレを利用しているのを見かけたことがあって、まあ、そういえば小学校の頃なぜ多目的トイレがあるのかというのは、まあ、そこまで習ったことなかったなっていうふうに思います。だからこそそういう障害やマイノリティについてもっと教育現場からやっていく必要性があるのではないかなというふうに思います。多目的トイレという名称だからこそ多目的な利用が行われているのかもしれないというのであれば、やっぱりユニバーサルトイレとかというふうになんかもっと違う本当に必要な人たちのためのトイレっていうことを証明するというか分かってもらえるような名称にして、もっともっとなぜ、このトイレがあるのかという理由を浸透させていかなきゃいけないのかなというふうに思います。そして最後に、今回のこの芸能ニュースの一件で実際に使われていた多目的トイレに
撮影しに行く YouTuber さん、YouTube 動画、あと他の多目的トイレに行って、こういうことをやっていたみたいですっていう、その寸劇的なものをより多く見かけるようになりました。それって、その行為自体がもう目的に反していますよね。ネタにしたいのかもしれませんが、絶対にやめてほしいです。健常者の人たちが多目的トイレを使ってしまった理由っていうのはそれぞれあるかもしれませんが、でもそこしか使えない人たち、そして通常よりも我慢できず漏らしてしまう人たちがいることを本当に知っていただきたいと思います。もう一つ知っておいてほしいことで、介助者が異性の場合もあり、多目的トイレに男女で入ることもあります。今回の一件で当事者が入りづらい環境になってしまったのは事実です。見かけた場合には、良くない視線を送ることは絶対にやめていただきたいです。この動画がたくさんの人たちに見ていただいて、多目的トイレの利用っていうことについてもっとしっかり考えていただける機会になっていただけたらと思います。ではこんな感じで、この動画が役に立ったと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。